こん,ばんはです本日は、えっ、ー、と、椿ファクトリーについて、えー、お話ししていきたいなぁと思っております。お付き合いください。えっ、ー、と、日付はこれ取っているのが2月22日、まあ、成り立てみたいな感じなタイミングです。えっ、ー、と、まあ、様々ね、えー、グループをお届けしていくのがあるんですけど、デビュー日ということなので、えー、ちょうどいいかなと思って。 まあ偏見ある人間ですけども最後までお付き合いください。えー、椿ファクトリーですね、えー、もともと語弊があるかどうかあるんですけどもういっちゃいますえっ、ー、と拳ファクトリーになれなかった人たちプラス途中から足した3人という最初が6人なんですけど9人編成ということでやっております。 まあ見方としては9人がオリジナルメンバーこれでいいんじゃないかというのが大体の見方で間違いないとは思いますまあとはいえ最初の6人どういうふうな形でスタートしたかなってところから始めましょううーん最初に冒頭に言いましたけども拳ファクトになれなかったというようなことは言いながら ベリーズとキュートよく比較される形ですね。ベリーズ工房になれなかったグループがあーキュートだったのかと言ったら、まあ僕は温存ンンっていうのもあったと思ってますし、比較的椿もそんなところを最初に言っときながらあります。うん、あると思う。それはまあ大人が、 なんていうか優越で大きく差があるものを差があるところをプロのチームにすることがないというところが理由の一つともう一つはやっぱりルックスス的なななバランスとといいいいうのを考えてないわけはないと思います、まあ、僕から言わすとこれはつんくさんがいた時のような何年か後を見越したマジックというのが最初はかかっているようにはなかなか見えず本人たちの努力で。 築き上げポジションを取っていったようなグループそこが「椿ファクトリー」の面白さなような気がしています。で最初どういった形だったかというとまあイベントをライブ見てるライブっていうのは最初はやってないんだけどあんまりイベント見てる感じだとやっぱぎこちなさというのはあった気がしますね。メンバー各々が キャリアあるる子たちもいるんだけどね、えっと、ナイスガールトレーニーなんていうのがあってね、えっと、そこのリリサマルなんつうのは多分そこでのキャリア十分あったと思いますしうーん岸ンなんかも片りという歌唱もそうですしなんというか片鱗は見えましたよちょっとよく言うじゃりんこちげ系のところからドーンといくようなまあまあ マイフェアレディ的というのかなサクセスストーリー見せてくれそうな面白さというのはなんか岸本には感じてましたね、うん。あとまあ仲のいい方々が岸本好きな人とかが多くて情報入ってたっていうのもあったかもしれません。ね新沼ソラちゃんなんかもなんかねあのハロープロのコンサート結構残酷な映像があってすげえ練習したのに、えー、本番なしみたいなね。<laughs> まあそういうい うん、誰と言っちゃってない言っちゃってないことにしようそういうのもあったりして、うん、注目ししてましたよ、ね、そういう注目の中でどういうふうな形でたどってきたかというと最初の6人っていうのは、まあ、カバー曲ですか中心、まあ、新曲もちゃんともらってたんだけれどもやっぱりハローの過去の例に漏れず6人の時は少し大人っぽい曲で何というかはっきり言ってしまえばパッとしない。 そんな気が曲だった気がするいい曲なんだけどなんとなく合ってない僕の記憶はそうまあこれ後々補正されてきて結果今全然いい曲になってますんでご安心くださいさあ続きましょうえっ、ー、と6人組の中で一番やっぱりセンターと言われていたのはキキちゃんななのかなと思います朝倉キキちゃんね,ねこの子もこの子はね後でまた触れるけど あの休みがち仮りとかと似てるつかセンター休みがちってそんなにあの悪くないんですよ推しだったらきついかもしれないけどなんか美杉君美咲君とかなんか、うん、ちょっと話し分かんないかあのキャプテン翼的なね美咲君的なねあの大空翼に対して美咲君みたいな <laughs> ちょうん翼がセンターじゃねえかってね コワードで <laughs> そういういことはやめましょうさあ続けましょう。でそれで谷本亜美ちゃんなんてね。まあ谷本亜美ちゃんいいですね。いいですね。なんか、うん、な,なりきれてんだけど何にもなれてない。なんかエスプリみたいなね。あエスプリはあるんだけどか。あ精神精神がそういう感じ。ねえいいですよ。うん、あのバースデーイベントとかねよくそういう話しがちですけど。 行ってみると分かるとかんですうこの世代からスマホになってこの世代からあこの世代までガラケーみたいな <laughs> ハロープロで言ったら谷本亜美ちゃんなんていうのはねなおもうたっっぷり旧世代でですすよよガラケーでやててくれてますよスマホ使ってると思うけどそういう意味じゃなくてあの一番いいのは歌って踊れてもうハイブリッドじゃないですか。 それでかつ自己演出までできちゃう。ちょっと携帯切った自己演出までできちゃう。お前がハイブリッドじゃねえだろって <laughs>。笑い事じゃないね。続けましょう。そういうとこできちゃう子って、もう今、研修生とか見たら大多数半、大半かなっていうふうに思います。ただ、その中で、 まあ歌えない踊れないでもちょっとなんとなくほんまかかわいい雰囲気かわいいでもいいじゃないっていう子たちこれがねハロー意外と絶滅危惧種なんですよでその中ではものすごく頑張ってほしいし頑張れてるしなんか自分のポジションしっかり気づきつつあるなとなんかそういうふうな気しますよまあいいなって話ですでリーダーね山岸莉子ちゃんね山岸莉子ちゃん これ結構女の子人気なんですよ。これだってこの方ねあのポジションこれリーダーなのかどうかっていうふうなのあるんだけど年功序列なのかまあまあまあ年功序列になると置いとくかそれはえっ、ー、と一番ね彼女がいいところは誰にも干渉しない邪魔しないところですよねでもなんかメンバーのデータ入れてんなって だリーダーってそれだけでいいのかなと思いますね。いろいろやっちゃうと、ねいろいろできる子がリーダーで得することってあんまなかったりする。うん。もちろん。はい。じゃあそんな感じですね。まあこの辺でオリジナルメンバー、だだだと言ったかな。それでじゃあ次。オリジナルメンバーというか6人ね。で、9人になった3人、軽く触れときましょう。小野瑞穂ちゃんね。小野瑞穂ちゃん。 かわい,いですね、のにみずほちゃんジュースジュースなんてのを言ってた人たちはあ結構何て言うんですかあの上流から下流に流れるような水のようなところを、ね、私たくさん見てきましたけど宮崎ゆかちゃん、ね、好きな人っていうのはなんとなく上流にいた方中流ではああそう,うそういう感じですかっていうのねあのいらっしゃいました。ねここまでしよう で続いて、小野田沙織さん。ね。小野田沙織さん、いいですね。えー、な,んなんか、海の方の話は触れません。何が言いたいかというと、彼女ってね、これもソロの、僕バースデーイベントの DVD みんな見てほしいですね。YouTube にあんのかな検索してみてください。彼女、ソロでやるとものすごいですよ。グループでもいいんですよ。だからソロでやるとものすごい。 彼女もどちらかというと谷本さん的なガラパゴス方面にいると思うんですけど歌ダンスできないってわけじゃなくてまあそれよりおん,なんていうかな小野田沙織小野田沙織が勝ってるかなうんやっぱ奥さんを見てますなこれもね、えー、また小野田沙織だけとか触れたら話しましょう、えー、じゃあ秋山真子ちゃん 秋山真帆ちゃんいいですよ。いいですよ。もう何がいいかというと、これもう秋,め秋山真帆ちゃんだけでもうめんどくさい超3つありますよ。えま、なんか、えまじ何言いたいかないです。もうこれ、あの、いや、フランス語と英語ってね、今とえまとか、あんと,とか、おんとか、んとか全部混ざるんよ。関係なかった。 えっとね、やきはまおちゃん、えー、っとね、イマジネーションがすごく僕は発達している子なのかなと思ってますねうん。前回ダンスのこの時の好きなメンバーで挙げているんですけど、彼女のいいところはえー、っとね、一番肩最初にできている肩っていうところは守ってるんですけど、そして大きく外していないんだけど、秋山真央型になっている初期。 ね、それとまあこれは僕の僕のイマジネーション返しだけど佐々木梨香子ちゃんみたいなところの影響ねそれあるのかなと思います、まあ、本人はマー、まあ、ちゃんみたいなのを気にしてるっていうふうに言ってるけど、まあ、僕は梨香子方面なのかなっていうふうな解釈しておりますそして2つ目、ね、歌なんですけどあの確実に確実に本人 なんか歌詞の気持ちとかそこに入れようとしてきてるタイミングなんで今見たら超面白いです。ケママおちゃん注目してしてほいのは歌ですねでまあ3つ目ですけど、うん、もうめちゃめちゃ盛り上げる面白い面白い派の子ね。昔毎毎ね萩原舞ちゃんなんかもうんチームの中では超面白い子みたいになってて後々に可愛さ綺麗さ出て急騰の 解散までね走ってくれたような気がしますけどなんかそういう魅力というのかな僕脇はマオちゃんに感じてますなのでマオちゃん注目してみてくださいまあそういった形の9名ですちょっとこれ長くなりそうだな <laughs> まあ付き合ってくれるデビュー日ということなんで続けましょうでこっからはまあもちろんここまでもだけど僕の主観のマオちゃん感じゃねえよ椿ファクトリー感なんですが やっぱ曲というところ最初ですよね。最初の年2年目ぐらいまでものすげえ良かったの、うん。今がダメと言ってないよ。なんか笑ってとかね。あれ、うん、本当に笑っちゃうぐらいうまいこと言わない。ね、笑っちゃうぐらいで、まああと、I need you ですよね。バラエドで言ったら。バレンタインでなんていう選曲、前の動画でしてるんですけど。 2月14日のやつでちょっと見てくれたら嬉しいんだけど,どバレンタインともかくなんか女性の感情表現みたいなのはねうまくなっちゃったなっていうふうな気もしますねうまくなっちゃった気がする、うん、曲によって、えー、成長してきたそういうグループハロプロ多くあるんですけど椿ファクトリーはおそらく最初の2年ぐらいではそうだったかなと思いますよ でそれで2017年ですよね2017年は最優秀レコード大賞最優秀新人賞を取りもうなんとかスペシャルイヤーだったんですよね。実力というのがハローの他のグループと比べたらまあはっきり言いましょうダンス歌でいうとそれほどではない四国 BC リーグぐらいプロなんだけどみたいな、ね。でこれ だから悪いってわけじゃなくて、でもそのポジションが故にあのアピールの仕方っていうのを考えていたと思うし、もちろんそこで一流の曲と一流のスキルを勉強してきて確実に伸びてきたという感じです。そして18年に入ってからというところがまあまあこれがだから試練だよね。試練まあ、キキちゃんの状況そして。 ね去年もそうですけど19年もそうでしたけど長いディスタンスでいいでしょうかえっとリリースがなくねあと「きいちゃん抜きでやる」みたいなねあのはるかなる的なあの演劇女子部もそうでしたよね直前で配役を変えてっていうだけどこれが良かったんですよこれはあ感動しましたよ、うんもう 岸門の掛け合いなんていうのはね、うん、これは DVD で見れるね見ちゃおうでなんだお前国を言うほどじゃねえよって言うんだったらあの「いいね」で書いておりますねラッ泣きそれぐらいいいあ現場行ってたらもっとよかったんだけどねあの演劇女子部はある日の一日しかね撮ってくれないから、まあ、そんなこと言ったらライブハウス DVD 化してくれねえだろうっていうのもあるけど これはもう麻薬的だね、うん。いいなと思うと、ちょっと、回し回ししたくなるっていうね、うん。どんな時も。いらない。もう、こういうのは以後、編集の技術を入れてカットしていきますんで、今だけ楽しめるやつ。うん、多分まあ、そんな形で19年。あんま長くなってもいけないからね、19年。でも、19年もうちょっと触れよう。演劇女子部というところがとても重要で、えっ、ー、と、ハロプロっていうのは、 この演劇のスキルっていうのを手に入れることによって躍進的にパフォーマンス伸びるんですねあと、まあ、その時のタイミングのブログとか読むと面白いんだけどほ、まあ、他のメンバーもすごく高い確率で演劇女子部って見に来ててやっぱりそこから得れるものなんていうのを文章をくメンバー書いてるんですけどその次のフェーズ入った時にこれ、ね、超生かされてるんですよ。 何がっていうのはまたあの意見交換しながら話していった方がいいような気がするんだけどなのでね演劇女子部中にそんなに押してないメンバーであってもブログ見ながらなんてやると面白いですよあと見,見に来たやつのブログとかねこれね楽しい、うん、成長過程っていうのはね、まあ、全て後に未来に歴史になっていくわけですけどあの発見が こちらも多いです。受けても同じような発見。そして、あ、演者の立場こっち行くんだねとか、あと見てるだけの人ってこっちなんだねっていうのは、うん、ある種のワードは共通してんだけど、フィーリングはすごい。別々。そんな気してます。さあ、じゃあまあそんな形で2019年、えー、素晴らしい演劇女子部を出まして、ね、えーと、後半はライブハウスツアーやってたかな。これもかっこよかった。 キちゃん抜きはここまでかなキちゃん抜きでやってるライブハウスだけれどもまあジュスジュスとかもそうですけど、うん、その抜きを感じさせないかりんちゃん抜きを感じさせないに似てるところを本人たちが分かってやってんだね、うん、なんかこういううんけな,けなげたプロだから違うか、うん、なんかひたむきさかひたむきさみたいなのはねいいなと思いますよで とこう谷と言ったらあれだけどあのー、谷を経験した人たちのあと上がるだけな感じっていうのはすごく去年そし,そして今年に入ってもまだまだ続いてて見れてる気がしますねいいですよこのうん今のタイミングまあそんな形で2020年ね迎えておりますデビュー日ね今日でありますやんななきゃいけないいけことっていうのは おそらく他のチームとの差別化じゃなくて椿ファクトリーとといいいうもうも原石磨いてきたと思いますこの磨いてきた部分の輝きというのを僕角度変えるだけでいい気がするだってもうできるもんいろんなこと、うん、あとは見せ方角度変えていってそれを何,何日何ヶ月何年ぐらいで、えー、と届けていくのかもうそれでアイドルは うん、まあ今のね2020年感覚で言うといいのかなっていう気がする、うん、もちろん新しいことを取り入れてもいいですよボールダンス始めてもいいですよ、うん、誰とは言わない <laughs> でそういう挑戦もいいけどまあいろんなスキルが整っていないことによる強さっていうのも逆にあると思ってて整ってるけどねあの一番を争わなくていい,い,いための ね、特徴というかそれによって優位なところがあると思っててこれは何かというと競わなくていいんですよで競わなくていいっていうことは自分に変な邪念いらないっすよねなのでさっき言ったみたいにもう今あるものを輝かせとけばいいと通知表は読んでいいともうテストの点数も80点ぐらいでいいよと80点ぐらいでいいんだけどもその80点の内容を詰めるっていう。 20点のロスっていい。ううところはもうあんまり見ない自分が点取りたいところに関しては通知用で5を取ってるやつ100点取れるやつと同じにしないで自分がこの点取ったところに関しては深みですよね。うん、この答え実は3つ4つありましたよって100点の人1つかもしれないけどいね実は100点の方が広く浅かったりするというのがねこれがこのテストの不思議なところですけど。 で80点ぐらいの人っていうのはその得意なところの回答にこだわりがあったりしてまあうっせえね俺もね <laughs> まあまあ僕らの世代って教育ママとかねあのですか、うん、そういう、まあ、これ話変わるやそういう世代だったもんだからねなんかあったんですいろいろ、うん、で何が言いたいかというと 椿ファクトリーのこれからのポテンシャルというところは今あるものの角度を変えていくっていうことで見えるような気がするで本人たちが変わっていただかなくても大丈夫ですあの角度変わっていただくのを僕が勝手に変えていくんで結果一緒なんでねそれでいいのかなとどっちが月でどっちが太陽でどっちが地球でみたいなねより分かんなくなったねはいそじゃ長くなってもいけないですからねこの辺にしましょう えと2020年の「椿ファクトリー,、えー」皆さんと一緒に楽しみながら、うん、また来年の2月22日を迎えられたらねどんなこと言ってるんだろうっていうのを楽しみにお互いしましょうまああと誕生日とかいろんなタイミングでメンバーのこともあと曲のことももう少し振り返りますよで、まあ、今日はちょっとザクザクになってしまいましてダラダラしてしまうんでこの辺にしたいと思っております、えー、あと チャンネル登録ですね、えーと。国をチャンネルちょっと頑張っていかなきゃいけないんでチャンネル登録もし見た人方あまた何言うんだ突っ込むぞそれでも大丈夫ですぜひしてください。あと内容少しでも、うん、50点よりちょっと上ぐらい偏差値50より上ぐらい思ってくれたら、えー、と高評価をいただけると私励みになると同時にちょっと。 頑張っていこうというところを表現していく形にしたいと思ってますんでそこもお付き合いいただければ幸いでございます。マークはこの辺にしましょう。じゃあ国はでした。えっ、ー、と椿ファクトリー、えー、と曲いろいろ聴いてみてください。うん、あおすすめ最後に言っちゃおうか。おー締めはリーナ。おすすめはもう「I need you」さっき言いましたけどこれもあるんですけども「笑って」さっき見ましたこれもあるんですけれどもまあ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 ,まあ、まあ、僕これ何を言って。 まあまあまあやめようかな1。1位を言おうとしてしまいました。ね。うん、やめましょう。次の動画にしましょう。うん、うるさいね、俺ね。うん、私がおばさんになっても、これいいよ。じゃあね。